私のこの気持ちは、身命を賭して国に尽くそうという気持ちは裏切られた。これを典型と言わず何とする。神が与えたのだ、復讐の機会を。クローバーが4対4で戦う本格魔法バトルアクションとして登場。キャラクターの個性を生かす4つのロールがバトルの鍵となる。まずは高火力で接近戦を得意とするファイター。射撃戦を得意とし、襲撃と援護両方を担えるシューター。防御や能力向上など仲間の戦闘を有利にするサポート。さまざまな回復魔法、設置魔法で味方を守るヒーラー。それぞれのキャラクターが持つ個性的な魔法の数々を把握し、仲間たちと連携することで勝利をつかみ取れ。戦列を突き崩す。ここだ。見たか、あんた。全員くたばれ。ブラッククローバーの世界観を再現した美麗なバトルステージ。各ステージの地形を利用しバトルを有利に進めよう。そしてチャレンジモードではキャラクターごとにミッションとミニストーリーが用意されている。あらゆるミッションをこなし戦闘スキルを向上させよう。さらにデッキを使用した能力のカスタマイズが可能。戦況に合わせたスタイルと磨き上げたスキルで仲間と共に勝利を目指せ。貴様らの嫉妬が私のような化け物を生む。突如現れた王国崩壊を企む謎の魔導士カルナ。そしてアスタたちの前に立つ自らを闇と名乗る少年。二人の登場により魔法騎士団たちは強大な力に翻弄されていく。忘れるなよ我が恨みを。復讐？お前何言ってんだ。あの女、協力して王都を襲撃するつもりだ。ユナさん、俺は負けたくない。消えろ。ユナ、お前それでも俺のライバルか。今騎士たちの絆が試される。ブラッククローバーカルテッドナイツ。これは過去からつながる因縁の物語。